経営の目的は人づくり、永続はそのための目標である。道経一体の人生づくりと経営。第六十七講義、木火の徳の原理。皆さんこんにちは。道徳と経済はもともと一体であった。道徳経済一体思想。その道経一体思想を道経一体経営言論をもとに。 わかりやすく解説し、共に学ぶ音声による講義です。解説をいたします。mbi 講師の久保山です。今日も、同系一体経営言論をもとに、共に学びましょう。さあ、今日は二百六十三ページからですね。同系一体実践の原理の八番目の原理、その第二個、目比の徳の原理です。目比の徳という言葉、皆さんいかがでしょう？初めて聞いてませんか？ 私もね、これ黙秘っ,、ね、っていうのは辞書で調べると黙っていること人に言わないことっていうことですねしかしそれに「徳」がついている目比の徳の原理があるって言うんですね。さてこれどのような内容なんでしょうかさあ今回ですねこの263ページの終わりから4行目の中にこのように書いてあるんですね 今現実現在企業が保有する263ページの終わりから4行目企業が保有する情報の中には秘匿つまり原種隠して公開してはならないというものがあるというんですね個人情報や公開されるとお客様にとって不利になりかねないような情報企業の存続に関わるような重大な秘密情報ありますよねそういう情報 しかしインターネットの普及とその技術進歩によって悪意を持ってこれらの秘密情報を取得するものが増えてきました。ね、ハッカーと呼ばれるような方々ですね人たちですねこれは犯罪もしくはそれに近いものですがハッカー等が駆使する手法は巧妙さと複雑さを兼ね備えていて完全に防御することは極めて困難ですと。ね、ところが このハッカーとは別に自分自身自分たちの会社の情報を内部の人間が盗み取ってお金に換えたりする行為こういう行為が見られますよね。もっと身近に言うならば自分の会社の悪口とか自分の会社の欠点とか 自分の会社のおかしいっていうようなところをあたかもそれが正しいかのごとく人にねしゃべったりするっていうことはありませんかこういったもろもろのことに対して黙秘の徳のこの項ではそれは守るべき情報は黙ってそして決して他者に知らせないというのも一つの道徳なんだよということをおっしゃってるんですね。 さてここまで聞かれた方の中にはえそれだったら会社の中で見聞きしたおかしいというような不正行為も黙っておけっていうことなのかと考えられる方いらっしゃると思うんですが簡単にそうではないんですねそのことの中身を今日は学んでいきましょうさて264ページの3段目を見てくださいプリントは1枚目の終わり2段目ですね広池ちくろ この道徳を精神科学つまり精神人間の精神を科学的にずっと研究していったこの広池竹郎はこのように言っています。深く黙秘の徳を守り内外出入りの人々の品性貧行その他一切のことを多元すべからず多元人に言うなと特にねうのいい仕事を乙に告げ功乙のうですね。 公のいい仕事を乙に告げ、乙のいい仕事を公につぐるなどは、最も不道徳の行為にして、その団体の統一を害し、その結果はひいては、自分自身の滅亡の原因となるものなり、というふうに言ってます。さてこれは何を言ってるんでしょうね。つまりね、この同系一体を学んでいるからといって、私たち、 その学んで実践している人間たちはみんな未熟で、ね、完成されてない人間たちの集まりなんですよね。ですから時にはぶつかり合うこともあるし時にはいさかいが起きることもあるそして時には失敗をしてしまうこともある。しかしそういったことというのは成長していこうとする人たちとコミュニティの中では必ず起きることですよね。そのことをね、多言するな と言うんですよ。さて合わせて「ページのの行目から続けてこよ真に高い品性の人は品性って何でしたかねより良いものの考え方と行動が習慣となったものですからそういったより良いものの考え方ができるようになってその行動が習慣化されていった人たちっていうのはこうなっていく」って言ってるんですよ。 いかなることを見聞しても見たり聞いたりしても伝統純伝統もしくはその他の人々の迷惑になることや国家の利害の関係あることは一切これを多言せぬようになるのでありますさあここで書いてある伝統純伝統というのは何でしたかねまあここで言うならば分かりやすく言うと恩人のことです会社の中で言うと同僚や上司そして経営者でもありますよね経営者は生活上の 純電と生活上の恩人ですからそういったね経営者や上司の未熟な点や、ね、失敗などを見てもそれをね多言すするなっていうんですまあそれを聞かれるとねえさっきも言ったように不正とかおかしいって思うことをね言ったらいけないのかということになると思いますけれどもまあそれは先を続けましょう。ね あるいは一心上の利害関係が起こったとしてもこれを家族にも話さずにただ我が心の中に頑図をぐーっとね押しとどめておきなさいと、ね、そして自己反省の中に葬ってしまうことができるようになる自分自身がまだまだ足りないんだこれを黙秘の徳と申しまして最高道徳では重大な道徳とするのであります。皆さんこれね 一見ね、我慢することってね、我慢することってストレスみたいなことを思うような気がするじゃないですか。しかしね、その後なんです。その後にこう書いてありますよ。全て伝統、純伝統、もしくはその他の人々の迷惑になることや、ね、国家の利害に関係あることを多言せぬと、初めて自分の真の信用ができると書いてありますよね。さあ、これね、皆さん振り返って考えてみましょう。その時はぐーッと体験ありませんか、経験ありませんか。 その時はねなんでだろうと思うようなことをねぐっと自分自身のね心の中に押し込めてねそしてそれをすっと流すことができればねストレスを抱えろって言ってるんじゃないですよそれをね自分自身の中で消化していやまだまだ自分自身の努力が足りないんだというふうにプラスに転化させることができたりねもっともっと積極的によーしあの人のことをね 認め,ね、認めてもらえるような自分になるぞというように転嫁することができた人間って必ず長い年月の後に評価されませんか一方でたとえ一時的に正しいと思えて周りの人間に言ったとして周りのね上司や社長に例えば言ったとする言った行為で自分自身はスカッとするかもしれませんけどその人って 評評価価さされれると思いまますかか、ね、せんよ、ね、えなぜでしょうかこのねこの講義の詳細につけているプリントの最後に悪口ばかり言う人の5つの心理,理と5つのね末路っていうのがあるんですよ。あのこれ悪口じゃないよねって思うじゃないですか。しかしね人の欠点とかを言う時って意外とね あの主観的な感情が交わりますからそういうね悪口になることが多いんですよ。ね、でこの悪口のようなことを言う人のつ、ね、5つの心理というのは人よりも優位な立場になりたい。ね、それからね仲良くなるために悪口を言うというんですよ。 人と仲良くなりたい時にね悪口を言うと都合がいいっていうのは「わ私もそう思うあの人ってさ」って言ったら「そうよね」って言って仲間のようになるって言うんですよ。ねえ4つ目自分のコンプレックスを隠そうとしている。 5つ目、認められたい、褒められたい。まあこういうことはどうでもいいことなんですけど、悪口ばかり言っている人の末路はね、結果どうなるかと、これはね、全部共通して言えることです。周囲から結局信頼を失うんですよね。信頼を失う。そして困った時に助けてもらえる手助けがしてもらえない。周囲からそして悪口を言う人ってね、聞いている人間って嫌ですよね。だからだんだんと人が離れていく。 そういうふうういになっっててしまうって言うんですよ、ね、だから自分自身が見聞きしたおかしいよねって思うようなことであったとしても一つの会社の中で同じ方向に全員で向かっていこうというコミュニティなわけですからでこれれ全く関係のないいあれだと違いますよ、ね、例えば家族もしかり最小単位は家族それから会社。ね 様々な組織の中においてそこに所属する一員として自分も一緒に前に進んでいくわけでしょですからその組織内で起きるね、起きたこととかを外部に漏らすということは親である経営者が悲しむ行為になるじゃないですかそうですよねあ、あでね、あの恨んだりしませんよね子供と一緒で悲しむしかし なんでそう分かってくれないんだろうかなというようなことをねずっと習慣的に品性の真逆ねそういう行為が習慣となってもう言ったら人の悪口を言うようなことをねする人っていうのはいずれ信用はなくなって同類神話の法則の原理の中ねそういう人はその組織から自然と外れていくことになるっていうんですよね。 265ページの終わりから1行目「因美を暴かず目視非して誠を尽くす」という言葉がありますよね。こういうが言葉を覚えているとねこういう学問を学んでいると自分がじゃあどうしたらいいのかということまでがね分かってきますね。他人の秘密つまりね言ってほしくないだろうなと思うようなことですよね。 かつすべて自分のことにても大事はこれ大事はみなこれを目費に付すことが必要です自分のこともベラ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 しゃべるなとある事件につきてはこれを家族に語ることさえも慎まねばならぬのでありますこの目費の徳の守りえざる人は普通道徳にも合致せぬものでありまして共に語るに足らざる人でありますしかしながら ただ単にこの教えに教訓にこうでこうでっていうのはね縛られ絶対だと思って大小べてのことを沈黙せばこれまた社会にいられる入れられぬところの人間と見なさるるに至るのであります。故によくことの大小傾聴をわきまえてあるいは黙示あるいは語るを要するのです。 っててて書いいありまますすねね難しこと結論けろう先生はね目、ね、秘の徳つまりね言ったらダメだよと外部にペラペラ喋ったりしてはならないとはいえこれにこうで縛られてしまって全て沈黙ねなってしまうとそれまた社会の中で会社の中で相言れられぬところの人間に見なされるぞ と言うんですよじゃあどうしたらいいのということになりますけどねそれはこれじっくり読んでいくとわかりますねわかります特にこの目比の徳というものは最後この266ページの中段を読んで終わりたいと思いますけどねこう書いてありますよね広池財政寺この広池築郎先生がこう、ね、広池築郎がこの道徳学この道道家一体のこの文章を作った時には 一般企業には情報漏洩とか情報流出などという言葉も概念もあまり普及ありませんでしたしたがって企業秘密に関することは当時としては先ほど引用したような表現になるのでしょうしかしこの文章の現代的意味は明白です、ね、高度経済社会高度あすいません高度情報社会での黙秘の得とは非すべき黙っているべき 企業秘密や個人情報を守ることであり、情報漏えいをしないさせないということです。今日ではいやをなく木非の徳が同形一体の核である時代になっていますって書いてありますよ。この木非の徳って同型一体の核である時代になっているって言います。言うまでもなく木非の徳を守るために最も重要なことは社員 個々人の道徳性を向上させることです必すべき情報を漏らしてはならないという意識が社員一人一人になければいかに仕組みや制度を整えようが会社全体の目的の得が守られるはずはありません現実を見ると、ね、それがあまりにも不十分な企業が多くありますよねということですねいかがでしょうね 会社にとってこれから情報、データとというもののは一つの資産となり得る時代ですよね。それをもってビッグデータとしてビジネスとしているようなところはたくさんあるわけですから特に顧客の情報なんていうのは会社の常識として絶対に知られてはならないというような内容のものがたくさんありますけどここですよね情報を漏らしてはならないという意識つまり精神作用が 社員一人一人になければいかに仕組みや制度を整えようが会社全体の目標の得は守られませんつまりいつかそういうことをやってしまうような社員が出てくるぞって言うんですよねそれも一つのシグナルです小さなシグナルとして出てきますつまり何かが起きたときにやっとけばよかったではなくぜひこれを学んでいる会社の経営者の皆さんともどもに 皆共々にこの道慶一体を学びながらね通常からそういう精神作用に、ね、情報データを打って金にしてやろうというようなそういう人間が出ないように常日頃からこれを学び自ら学びそして社員と共に学べるような会社になっていきたいものですね。 今日は以上で終わります。またお会いしましょう。